続いては志賀町の汚職事件の続報です。志賀町では問題の公共工事があった7月の入札のうち半数が小泉町長しか知らない最低制限価格での落札でした。この事件は志賀町発注の公共工事をめぐり、町長の小泉勝容疑者が最低制限価格を業者に伝える見返りに現金50万円を受け取ったとして受託収賄などの疑いで逮捕されたものです。志賀町の最低制限価格の決め方について担当者は、工事の予定価格が500万円以上の場合、最低制限価格は町長だけが知り得る情報としています。今年度志賀町での入札は10月末までに64件ありました。町長が最低制限価格を決められる500万円以上の入札は21件とおよそ3割以上となっています。このうち事件となった問題の工事を含む7月の入札では500万円以上の入札は10件あり、半数の5件が最低制限価格で落札されていました。逮捕された青谷工業の従業員によると、青谷工業は最低制限価格を計算する積算ソフトは使っていなかったということです。建設業界の関係者は、多分できないと思うんですけどね、まあ電卓が弾いてやろうと思えばできるとは思いますけども、1日2日ではいけないと思いますよ。1週間とかかかると思います。積算ソフトを使わずにやる会社っていうのはほぼないんですか？多分ほぼないと思いますね。他にもこんな声が、県のね、それで比べたらもうほとんど違わないぐらい積算できるんですけど、町内さ操作してるから、なかなか難しいんですか。もっと巨額が潜んでるじゃないですか。積算してもその答えと最低価格が一致しないので、計算した数字と違うってことはやはり数字を触っているんだろうと。この業界が生き延びるためには、海を洗い出してほしい。警察はこうした状況を把握しており、余罪の可能性を視野に調べを進めています。昨日もお話ししましたが、町長が最低制限価格を決められ他のものが知ることができないというこの志賀町のシステム、どうしても違和感があります。ちなみに長谷知事は次のように話しています。首長に決定権があるということ自体、私の感覚から言えば信じられません。ありえないと思っています。改めて私はその今回のような事件が起こる温床を私は排除すべきだと思います。さあ、それでは他の自治体はどうなんでしょうか。まとめてみました。まず金沢市などは最低制限価格にランダムな係数をかける変動型を取り入れています。また加賀市などはですね、国の基準により算出をしていますし、輪島市などは副市長などが決定しています。そして七尾市や津幡町などは値段によって職員が提示した最低制限価格案を市長、町長が最終決定しています。志賀町と同じ手法なのが中能登町です。予定価格が130万円以上は町長が最終決定、町長のみが最低制限価格を把握していて、中能登町はこの制度を見直す予定だということです。